久しぶりです皆さん、長い沈黙を破りまして西田の深夜食堂が帰ってまいりました。やった。ルームシェアをですね解散いたしまして、一緒に暮らしていた同居人の仲間がですね離れ離れになってしまいました。今回この離れ離れになった同居人がですね、どうやら新しい新居で栄養不足に苦しんでいるんではないかということで、私の作ったお料理を食べてもらってこの食生活の改善をしたいと思います。西田の深夜食堂、同居人は今スタートです。ということでね、元同居人の方のご自宅に着きました。早速行ってみましょう。これとんでもない、一回カメラ止めた方がいいかもしれないです。ちょっと、え？ちょっと近い。死んでる。ちょっとしっかりしてください。ドクター、ドクター、ドクター。ウーとやってます。ドクターどうしたんですか？誰か問いかけて。ドクター。ドクター、最近で一番楽しかった思い出は？せめて何か言ってくれ。保つ元同居人の名前を。ちょっとこれ急いでドクターにご飯を食べさせないと。保つ入ってない。ジャスミン茶とワインとシャンパン。夏までに効く料理を注文しました。さて、どんな料理が来るんでしょうか。楽しみでしょう。どうぞ。うわ、すごっ。めっちゃうまそうじゃん。はい。これが我が家の机です。ねえ、何これ。はい。プーさんグッズ。いや、プーさんグッズを詰めている感じ。出してあげてよ、早く。うわ、マジうまそう、本当に。食べてください。美味しい。いや、食べてないからまだつまんだだけやん。これは何ですか、玉ねぎですか。そうです、キンキンに冷やした。これは海苔だ。ピーマン。パプリカ。早く食え。混ぜた方が美味しいかな、混ぜそばみたい。いただきます。うん、美味しい。これバロケてまうわ、本当に。めっちゃ美味しい。美味しい。めちゃくちゃうまい。これなんかポイントとかあるんですか。これはパプリカって夏バテとかに効くビタミンが豊富なので、豚肉もビタミンが豊富でしょ。うん、めっちゃ美味しい。いや、嬉しいね、これはね。今まで食べた料理の中で一番美味しいかも。そこまで言ったら嘘になってる。いや、でもさ、心配だからね、やっぱね。ご飯作んないですから、春ピーは。だってこの家で初自炊、初めてコンロ使ったし。嘘。初めてお湯沸かしたりとか、うん、俺がフライパン持ってこなかったらコンロに米乗ってたからね。コチュジャンのなんか辛みというか、そうそうそう、美味しさがすごい際立たせている気がする。パプリカとか玉ねぎを入れるっていうのが本当料理を作ってる人の発想。あとタレも美味しい。タレもなんだ、このタレもタレって感じでめっちゃ美味しい。まあザタレみたいな。ずっと何を言ってるんだ。プーさんも美味しいって言ってる。ここに何て言ってるの。プーさん美味しいんだなって言ってる。プーさんでも溺れてる。タレでタレで溺れてるよ。プーさんも美味しいって言ってる。美味しいんだな、美味しい、美味しい、美味しいんだな。照れるなら言うな。新しい新居のお悩みあるのね、もちろん。まあね、じゃあ、上の人のね、足音がうるさい。ちょっと木造なんで。なるほどね。静かにして。静かにしてね。余計なるわ。夜だよ。余計怒られるわ。おやすみ。余計怒られるって。これでも改善されたから。改善。あ、もう全部なくなりましたね、みんな。なくなった。無理やり終わらそうとしてる。今日はね、春ピーさんのね、ご自宅にお邪魔したので、次、爆買い中国人。大久保保つさんの、いやでもちょっと待って、でもあれだよ、うちから保つさんの家に行ったら、うん、多分落差
えげつなすぎてゲロ吐くと思うよ。多分うち新築で保つくなって築115年ぐらいの家でしょ。そんな古民家住んでない。古民家死んじゃうかもしれない。確かに確かに、保つくんこそ本当に死んでる可能性あるよ、家入ったら。確かにそうだな。保つくんのところに行くのは中止にします。さよなら。